どうも、ファイアキッズの藤井です。ファイアキッズの村です。よろしくお願いします。野村さん、今回はとんでもないデイデートたちがたくさん入荷してますけども、これはすごい並びですね、本当に。すごいね。重たいね。重たいですね。さっき時計並べてるとき、全部ブレスもついてるんで、うん、重いなーって感じでしたけど。そうだよね。いや、重たいわ、これ。なかなか見ないのばっかり来てますね。ヘビー級。どれから行きましょうか。いやーねー、どれから行くっていうか、まあ、どれも少ないんですけど、レア度の順で行きましょうか。はい、あー、となると真ん中とかですか。真ん中から、はい、ホワイト。ホワイトですよ。どうすか、これやっぱりなんかでもホワイトかっこいいですね。ホワイトね、気になるよね。あ、そうですね、うん、やっぱりステンレスとやっぱり違う、うん、この上品さというか、まあ色がまずちょっと違うじゃない、はい、で持つとまた重さもしっかり、重さもそうですね、うん、これ1803のホワイトゴールド。そう、これね、ブレス、はい、珍しいのよ。え、そうなんですか。プレジデントじゃない、ジャパンブレス。ああ、なるほどなるほど、うん、日本製なんですね。そう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 、まあなかなかね、最近見なくなったね。そもそも少ないですか。ね、昔はジャパンブレスっていうと結構忌避されたというか、はい、なんだジャパンじゃん、あ、偽物みたいな扱い、はいはい、っていうのもあって、はいはいはい、まあ要は金で潰して売られちゃうんだよね。そうなんですか。もったいないですね。まあ、やっぱり金だから伸びやすいし、はい、こんな伸び伸びの直すっていうと、はい、直さない、金で売っちゃおうってなるんだよね。そうなんですか、だからもう年々珍しくなってるよね。これでも確かにこのメイドインジャパンですかね、これ書いてるの。入ってますよ。なかなか見ない感じのなんか刻印ですよね。うん、ね、はい、やっぱり人と違うもの欲しいっていう人がこの辺探してるから、はいはい、そういう人にはとっては嬉しいよね、なんかね。確かにそうですね、うん。だってこれつけてたら絶対お腹いい時計してるねって聞かれて、うん、ジャパンブレスなんだよとか、うん、めちゃめちゃ語れますもんね。まあやっぱり存在感あるんだね。はいはい、ありますね、うん。大きさ以上。確かに。この間意外だったのが、うん、ファイアキッズってこの LINE 公式もやってるんですけど、うん、そこでデイデイト入荷しましたみたいなメッセージを送ったんですよ、うん、でデイデイト5本ぐらい並べて、うんうん、紹介したんですけど、結構やっぱホワイトの閲覧数が多かったんですよ、うん、イエローもまあ当然いろいろ見てくれてたんですけど、意外とホワイト皆さん見てくださってて、なんか隠れた人気というか。そうだよね、あるんですよね、うん、逆に20年ぐらい前、はい、デイデイトって言ったらもうホワイトしか探してる人いないぐらいだったんだよね。そうだったんですか。そうそうそう、そのくらいイエローが人気なかったっていうのがあるんだけど、これはなんかちょっと意外ですね、うん、まあ日本ではそこそこホワイトのデイデートって売れてるんだけど、はい、海外だとあんまり人気ないんだろうね、はい、あ、うん、イエローの方がやっぱ派手さがあるし、うん、あるし、威張りも効くし、威張りも効くし、やっぱりイエローのデイデートする人ってちょっと怖い人系、はい、なかなか普通の人はしてないですもんね、ブレス好きではね、ブレス好きで、うん、でもやっぱりね、はい、この感じは上品だよね、はい、いや上品ですよね、うん、ゴールドなんだなって感じがしますよね、うん、フルテッドも細かいちょっと古めの刻みのやつですね。確かにそうですね、うん、これ60年代、ああ、うん、じゃあ本当に古いんですね。そうそう、60年代でもやっぱ横穴ないんですね。デイデートはやっぱ特別だよね。あ、うん、作りが全然違うんです、ね、違うんですよ。なるほど。デイデートユーザーの方どうですか。やっぱりちょっとステンレスちょっとつけなくなっちゃいましたね、デイデート買ってから。まあ確かにね、はい、なんとなくその感覚わかる、はいはい、実際その買ってから一回も止まってないんですね。多分2日おきぐらいにはつけてるんで、まあ、つけない日もあるんですけど、うん、なんか止まってないですね、ずっと動き続けてる。いいね、これ。まあダイヤルもなんかグレーでね、なんか使いやすそうですよね、うん、はい、もう間違いなく使いやすい、うん、これね、日ロレで一回やってて、はい、ああそうなんですか、うん、でその時に黒文字盤に変えてるんだよね、はい、でその黒文字盤外して元の文字盤が入ってるんで、あ、なるほど、うん、黒にしたい人は交換できます、はいはい、あ、なるほど、文字盤も付属してくる、うん、そうそうそう、なんかすんごいお得感あるよね。お得ですよね。ホワイトで、はい、ブラックダイヤルでジャパンブレスついて、はい、ありそうでないよね、はいはいはい、初っ端からだいぶね、結構レア度高いよね。結構レア度なレアなやつ出てきました、ねうん、お次は次マホガニ、マホガニいっちゃいますか。いやこれもなかなかすごいですよ。いやらしいな、
まあでもやっぱりこの文字盤ってないもんね、はい、結構少ないですか、これ。やっぱり少ないよね、はい、これは一応本物のマホガニを使ってるんですよね、うん、ダイヤルはテカテカしてるように見えますけど、うん、これはなんか塗ってたりするんですか、ね、するんだろうね、やっぱり特殊な塗料なのかな、塗料で、うん、まあ艶感もしっかりあるし、はいはい、かといってね、その色の質感とかはもう、はい、天然素材だなって感じするし、なんか絶妙なバランスですよね、うんうん、初めて見た時あれ変色しちゃったのみたいな感じもしたんですが、普通のダイヤルがなんか変な染みついちゃったの、うん、みたいな感じもしたんですが、かっこいいよね、かっこいいですね、これやっぱり天然素材だから、うん、世界に1本しかないってわけですよね、そうそうそう、やっぱりね1個ずつ雰囲気違うしね、はいはいはい、結構好きなんですよ、マストタンクでもブラウンのダイヤルってこんな感じになってるじゃないですか、なってる、やっぱりこの一色で塗られてるじゃなくてちょっとこのなんか模様が入ってるっていうのが個人的にすごい好きで、そうだよね、ステラのデイデイと欲しい発言があったもんねちょっといつ手に入るかわかんないですけど、わかんないね、これちょっと気づいたんですけど、うん、インデックス短くないですか、ね、あ、比較的そうだね、いや本当今気づいたんですけど、うん、面白いですね、なんだろうね、そう言われてみればちょっと短めだね、短いですよね、うん、年代的にこれ 80?78 とかじゃなかったでしょ、あ、78か、78年、まあまあ古い、うん、まあまあ古いデイデイ、はい、サファイアガラス、そうですね、なんかふと思ったのはやっぱり木材なんで割れないようにとかそういうのもあるんですか、 あんまりでっかいとなんかパキッとか、うん、ちょっと控えめだよね、インデックス確かに ね、 ですね、なんか文字盤をより見せたいがために短くしたとか、うん、なんかあるのかな、あるんですかね、こう言われるまで気づかなかったな、はい、そこはかといって針が長くしてるわけでもないし、はい、バランス的にはいいよね、はいはい、針別に長くないですね、新発見だね、新発見です、うん、これブレスまでだとさすがにつけにくいかなっていう気もするんですがちょっと試しにつけてみましょうか、うん、でも本当若い人ほど筋に抵抗感ないんだよね、あ、本当ですか、筋膜つけちゃったり、うん、いや重いねいやでも気分は相当上がりますね、気分上がるね、はい、いやこれはテンション上がるでしょう、これ上がりますね、うん、そら街も盛り上がりますよだいぶあれですね、闇市盛り上がってますね、月に一度の闇市、はいはい、開催中です、 そういうところにお店ありますんで、ね、博楽結構商店街元気ですよね、元気、今時ね商店街っていうのなんかね、うん、元気ないとこ多いんですけど、はい、ここ面白いよね、ここだいぶ盛り上がってますよね、うん、神奈川大学もねあるから若い人もかなりいるんで、うん、皆さんもちょっとぜひ来てください、これブレスは、うん、なんか継ぎ目がない感じのプレジデンシャル、プレジデンシャルって知ってるくせに、え、いやいやそれ初めて知りましたあ、そう、これは、うん、この78年生でこれ年代は合ってるんですか、合ってる合ってる、本当78年でぐっと現代寄りになってるよね、そうですよね、うん、サファイアガラスも採用してるし、はいはいはい、なんか最初見た時、うん、もっと新しいモデルかなと思いますよね、はい、サファイアガラスだとか、はい、まあハイビートだとか、ロレックスが採用したのはちょっとハイビート遅めですけど、はいはい、78年からハイビート出るんで、あ、まあ、最新のモデルとして売り出されてるね、はいはい、あ、確かになんか言ってましたね、77年ぐらいでモデルチェンジする、うん、タイミングがあったので、はい、まあそのタイミングでじゃあ、はい、クォーツ前線の世の中になってきて、はい、デイデイトに自動巻きの時計にそんな高額な時計買う人いるんですかっていう部分で、はい、じゃあ何かやろうよっていうところがサファイアガラスだったりとか、はい、こういう文字盤の素材にこだわったりとか、そういうところだと思います、はい、この時代ってロレックスは他のモデルでサファイアってあったんでしょうか、これの前にオイスターケースの50周年ああはいはいはい、はい、あれが初めてサファイアを採用したやつ、ね、あの中野ブロードウェイ店にも1本ございますね、はい、かっこいいですね、そう、あれはあれでかっこいいね、はい、まあ、あれが初のサファイアガラスで、デイレイトは78年からサファイアのモデルが登場すると、やっぱ本当特別なモデルですね、そうそう、うん、まあサファイアもそうだし文字盤もそうだし、はいはい、この結構新しめな時計に見えて78年製っていうのが結構グッとくるというか、うん、当時最新、はい、当時最新ファーストモデルとかってなんだかんだ後から人気が、はい、急に出たりするんでね、そういう部分ではちょっと狙い目な時計なんじゃないか、あ、うん、これ5桁の本当最初のそう持ってこない18038ハイビート初だね、はい、しかもこの文字盤たまらないね、はい、これたまらないですね、うん、
よだれ級だね、これ、ね。よだれ級ですね。ブレス、勇気いるけどね。そうですね、うん。おじさんは勇気がいるんだけど、若い人は抵抗ないのかな。はい、コンビのデートジャストとか、うん、全然抵抗感なくつけてるよね。うん、で、見てもなんか、まあ自然だなって。なんか意外とそうですよね。そうそう、意外とハマってるというか、うん。多分おじさん世代の方が抵抗感強いのかもしれない、ね。バブルの名残みたいなのもあったりして。そう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 。バブル知ってる人ほどちょっと不動産屋っぽいなとか、はい、ヤクザっぽいなとか。まあでもこんなおしゃれ文字盤だったらね。おしゃれですよね。うん、まあ天然素材ってすごいな。はい、オーガニダイヤル。これもレアですが、はい。じゃあちょっと最後。これね、おじさんでも抵抗感ないかも。あ、本当ですか。うん、これもまあブレス付きの金無垢の。知ってる型番？型番はちょっと全然わからないですけど。1802だよ。02。聞いたことないっていうぐらい珍しいよね。うん、スムースですね。スムースですね。しかも色がピンク。ピンクゴールド。スムースベゼル3000オイスターブレス、はい、ピンクゴールドでブラックミラーという。素晴らしいね。もうどこから語ったらいいのやらという感じですけどもね。ピンクのデイデートっていうだけでも嬉しいでしょ、はいはい、そうですね。結構やっぱり少ないですよね、うん、本当に。ミラーダイヤルだったらもうみんな大好き、みんな大好きミラーダイヤル、うん、でベゼルがスムース、スムース。まあデートジャストで言うとまあ1600的な立ち位置ですよね。みんな大好きオイスターブレス、はい、ほんともうどうしたのこれそうですね、作っちゃったのっていうぐらいのこれも60年代かっこいいな。これいいですね。ブレスの状態最高じゃないですか。ほんとね、全然垂れてこない。これ見た時ねクリス固まってたよね、はい、最高でした。もうクリスだってもう離さないっていうか離れないのもその場から見たことないですよね。いやこれはね、はい、もう目釘付けよ、はいはいはい、オイスターの、うん、なんか仕上げが、うん、真ん中結構はっきり磨いてあるんですね。そう、これなかなかちょっと変わってるなと思ったんですけど、まあムクとかコンビはやっぱり真ん中鏡面なんですよね。ああそうなんですね、うん、これ結構昔からね、はいはいはい、普通のやっぱステンのブレスとかはこんなに磨いてないね。磨いてないですよね、うん、全部サテンという、うん、クリスが買うまで離れないみたいなそんな雰囲気出されちゃったいや俺ちょっと興味ないふりをしてちょっと値引き交渉しようかと思ったのに、はい、もう離れないあら、うん、かっこいいっすねこれ。抜群な、またすごい盛り上がってきたね。盛り上がってきましたね。一回もう見に来るだけでも、ね、うん、ちょっと来ていただきたいぐらいの時計ですね、うん、本当に。盛り上がって。盛り上がってますね、本当に。本当。いや、これテンション上がるよな。でしかもこれ、あれですよね、箱、ギャラでしたっけ？箱付き。やっぱりおじさんがデイデートするっていうのはすごくね、はい、さっき言ったみたいに抵抗感あるんですけど、はい、これね、サンプレスだったらね。あ、確かに。しかもスムースだったらね、全然抵抗感なくなっちゃうんだよね。意外とすっきりしてるというか、うん、肌なじみもいいし、うん、はい、ピンクだと違いますね、うん、ピンクだと全然違うんだよね、うん、イエローよりもやっぱ肌になじみますね、うん、多分あの欧米系の人は、はい、イエロー好きな人が多いよね、はいはいはい、アメリカ人ね、圧倒的に人気なんですけど、うん、やっぱり日本人の肌この色合いってやっぱり合いやすいのかな、うん、馴染みつつやっぱりしっかり存在感もある。存在感もある。完全リベットブレスって厚みがね、そんなだから、本当フィットする感じもするし、はいはい、いやー、これいいよな。でも欲しいって顔すると、足元見られるんで、はい、欲しいって顔しなかったんですけど、はい、あー、その超欲しかったの時。そうそう。超欲しかったんだけど。ちょっと気になる価格ですけども、ホワイトが248万円、はい。でもホワイトだったらこれ安いなぁ。あー、うん、って思える。ブレス付きですね。うん、ブレス付きではね。はいはい、で、マホガニーが、うん、これは498万円。はい、一気に跳ね上がるよね。跳ね上がりましたね。2本分だもんね。でも探してもない。結構ないですよね。結構ない。ネットとかで探しても。最後ピンクゴールドブラックミラーは、648万円と。具合悪くなるねここにあるだけで1000何百万とか。そうだね。ちょっとドキドキしますね。ドキドキするね、うん、いやーちょっともう目はもう完全にこっちに寄っちゃうんだけど見たことあります？このいやこの組み合わせはね、ない。はっきり言うと、はい、イエローでこのスムース3連ブレスの組み合わせとか見たことある、はい、ああ、はいはい、1802ね、はいはい、ミラーの1803も見たことある。まあピンクの1803も見たことあるけど、はい、けど1802でミラーダイヤルでピンク、ピンクでもう聞いたことない。このめちゃくちゃ珍しいってわけですね。そう、まあコレクターさんが、うん、なんか30年ぐらい持ってたものなので、はい、まあほぼ使ってないっていうね。抜群ですよ。抜群の状態で、うん、
まあ、出どころも割といい所だし、うんうん、そうこれ畑さんからっていうね、はいはい、いい時計だな、まあ、どうしてもこれに目いっちゃいますね確かに、うんまあ、でもマホガニーのが好きでしょ、はい、いやでもこれが出てきちゃうと金額一緒だったらどれ金額一緒だったらでもやっぱピンクゴールドいっちゃいますねあそうだよね、うん、でもおじさんに譲ってあげてこれは もうおじさんこそしてほしいこんなかっこいいデレとしているおじさん会いたいななんか前、うん、あのおじさまにおすすめの時計って企画でやりましたけど、うん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 、これもじゃあぜひねそうだね、はい、若い人には買ってほしくないななんかなくださいって言われたら喜んでってなるかもしれないけど、はいうん、まあでもこれは本当好きな人に買ってほしいな、うんまあ、中野ブロードウェイ店に今のところ全部これ中野にありますねそうですね、はい、あのデイデイと揃ってますので抜群なのが、はい、中野にいらしてもらえればと思いますそうですね、はい、中野ブロードウェイ店好調ですね絶好調ですものすごいなんか勢いで、うん、もう皆さん来ていただいて買っていただいて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます本当にまあ本当 YouTube で紹介する時計もありますし、はい、インスタで紹介したのを見て行っていただいている方もいらっしゃいますし、はい、本当ありがたいことです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます今回はねものすごいデイデイと開花したということで、はい、緊急で動画回させていただきましたじゃあまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました